どうもタクタクです。セブンデイズやっていきましょう。さあ多分ね今日頑張って最終回にしようかなと思ってるんですけども、実はねこれもう2週目です。というのもいくらやってもどんな組み合わせでもトゥルーにならなかったんですよね。でこれ1日目かな、1日目の脅迫状が届いて、なんか異変かな、人が入った後の異変の後ですね。でここを調べてみてください。ここをね誰がわかるよっていうね、棚の横の隙間に何か落ちてるな、隙間に何を、手を入れて見えたのを引き寄せてみた、これって腕時計か、見たところ高価そうな腕時計だった、前の住人の忘れ物だろうか、渡辺さんにその場しのぎで言ったことだったのだが、まさか本当にあったとは、だが壊れているのか針は全く動いていなかった。ん、裏に何か書いてあるな、 T by K、 間の×はかけるの方かな、 X にしちゃ小さいよな、何にせよ一応預かっておくか、また今度大家さんに渡そう。壊れた腕時計を手に入れた。 T by K だからタクヤだったっけ、タクマだったっけ、なんかそんな名前だったよね、最上タクヤさんだっけ。だからその T と K は K はあ、白野さんかな、白野さんが白の強化だから、やっぱり恋人同士だったのかもしれないし、ちょっと分かりませんけど、ちょっとこれで進めていきたいと思います。はい、これ2日目かな、2日目の夕方なんですけど、ちょっとねあの進んでったんだけど、結局ねなんかうまくいかなくて、で調べちゃった、ごめん、もう挫折しました。攻略を調べるとなんかこのタイミングの白野さん、まあこの多分この人がなんか犯人だと思うんだけど、この人にこの流れで俺ね毎回聞いちゃってたんだよね、拓也のこと。これを聞いちゃダメらしい、どうやら。で部屋の鍵のことについてを聞かないといけないんだよね。どうだろう、脅迫状が置かれてたのってあんたが寝てる間、そんな会話したっけ今、ごめんなさい、ちょっとちゃんと聞いてなかったっていう、なんか矛盾みたいなのも出てきてるような、これあれ今ちゃんと脅迫状のこと話したんだっけ、使わなくてもいろんな理由つけて追い出せるからな、なんかとにかく、ま、この2人がね、最上拓也と白の強化が恋人同士でみたいなことでしょ、だからそれ聞いちゃダメなんだよみたいな流れなんですよね多分。はい、ちょっとこの後またねカットしますけど、この先進んでいきます。はい、次はここですね。ここは渡辺さんにまたストーカーの被害があったということなんですけど、でここで僕は多分実況の時、動画の時は部屋に行っちゃったんですけど、もう僕は誰がストーカーというのはみんな多分分かってると思うんで、ここで部屋に行っちゃうと目撃されちゃうんだよね。うん、だからここでいて俺たち関係ないんだぜみたいな雰囲気を出させていかないとダメだったんでしょうね。だからここでいいよ、はい、選択しておかないといけない。部屋は遠慮しておきます、また目撃されてストーカー行為がエスカレートしたら元も子もないですしっていうことですよね。そうよね、ごめんなさい、ちょっと気が動転しちゃってたみたい。それでその手紙というのはこれなんだけど、はい、雑誌や新聞の切り抜かれた、から作られたよくある脅迫文のようなものだったと。これ同じだよね、同じこと話してますよね。この人ですよ、問題は青山さん、帰ってきたらすでにおそらく仕事に行っている間だと思うんですけど、大家さんに怪しい人が出入りしていないか聞きましたか。はい、帰ってきた時に聞きましたけど、ずっと外にいたわけじゃないので確認できなかったそうです。うん、防犯カメラでもあったらよかったんですけどね。それなら犯人が扉の前に手紙を置く瞬間が映ってたでしょうが。そうですよね、今度大家さんに話してみようかと思いますと。うん、とにかく気をつけてください、すいませんが自分はこれで失礼します。あ、はい、すいません、なんかいいですよ、それでは。こういう風にそれっぽく装ってはいるが、あの人でしょう、だって写真あったもん。まあまあまあ、手紙もらったの、
そういえば以前渡辺さんに相談した時には脅迫状のことで話さなかったんだったっけ。はい、実は俺は渡辺さんにここに来てから起きた不可解な出来事を話した。そうだったんだ、坂上くんも大変な目にあったよね。なのに私ったら、いえいいです、声差はなかったんで俺のはもう大丈夫そうですから。そう、よかった。では俺もこれで失礼しますね。うん、じゃあまたね、という感じですね。でこれで進めていこうかなと思ったら、多分この人が、はい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 、ここにいたんだよね。でこの時はまだこの人が置いた風にも感じれたけど、違うんだよね、これ青山さんが多分置いていったんだよね。そうそう、まあ、ここからはねもうやったんであれですけど、日本人形があると。まあ、いや、この辺はカットしましょう。よし、じゃあ次ちょっと進展があるまでカットします。はい、次はここですね。そういえばさっき外で白野さんを見かけたわよと。あの後ね、脅迫状をまたもらってなんとかしなきゃってなっていた後ですね、みんなの話を聞いた最後、大家さんに話しかけると、またたっちゃんのこともういい加減にしてって言ったでしょ。たっちゃんですからね、多分もがみさんのことでしょう。白野さんだ、私も知らないんだって、勝手にあいつが私のとこから去ったのよ。どうせどっかで女でも作ったんでしょ。これ誰と話してんだろう。どうやら電話で誰かと話しているようだった。はあ、そうよ、いつの間にかいなくなってたんだ、 いなくなってたんだから。連絡あれから全然ないわよ。とにかく私はあいつのことは何も知らないのよ。もうそのことで連絡してこないで。電話の相手に罵声を浴びせて強引に切っていた。一体何を話していたんだろうか。はあ、しつこいったらないわ。気になるな、どうしよう。直接尋ねる、やめておこうよ。あまり他人の事情に首突っ込むのはやめておこう。戻るか。これはどうな。はい、ということで5日目かな、5日目になりまして、とりあえず牧野くんに話しかけて、あ、これ今の壊れた時計についてを聞くらしい。実はこの腕時計なんですけど見たことありますかと。見たことありそうな気がするんだけど、あ、そうだ、思い出した、これもがみさんのものよ、確か見たことあるわ。もがみ拓也さんのですか。これどこで見つけたの。僕の部屋です。備え付けの棚の隙間に落ちてたんですよ。そう、坂上くんの部屋に。この裏の TK って何ですかね。普通に考えるイニシャルよね。ですよね。でも TI は拓也でわかりますが、 K は何でしょうか。T はね、TI じゃない大丈夫、もがみなら M ですよね。そうよね、うん。あ、まさかこれ、そうでしょ、だから今日で K でしょ、その、うん。でも確信はないし、ちょっと言えないかな。言ってくれてもいいじゃないですか。ダメよ、憶測だけで証拠がないもの。どうやら言ってくれそうになさそうだ。他に聞きたいことあるの。いえ、もう特にないです。ありがとうございました。そう、力になれたらいいんだけど。十分なってますよ。感謝します。ねえ、坂上くん、私、今回の事件、もう少しで分かりそうな気がするのよ。はい、俺もです。ですが、まだ何か足りないと言いますか、矛盾が多いというか。もう犯人は分かってんだけどな。どうやったら、トゥルーに導けるか。うんうん。でも、話や現象をまとめると信じたくないけど、はい。あ、ここからまたあれですね。はいはいはい、調べるパートか。まあ、ちょっと調べるパートまで一気に行ってみますか。ふんふん、この辺は一緒だね。問題はなんかもう青山修一と強化を調べればこれでトゥルーが解放されるのかな。まあ、壊れた時計がちょっとさ、調べなんか持ってなかったっていうのがあるから、もしかしたらその件で
っていうことかもしれないよね。うんうん。あ、来た来た来た。ここから調べられますね。まあ調べるのはもう決まってるんで、じゃあ調べましょうか。これちゃちゃっと調べちゃいましょう。もしも調べるところはカットしていいような気もするけど、ね、まあ一応ね、念のためね、もう一回2分ぐらい時間を使って2人を調べましょう。これやっぱ気になるのはこれなんだよね。歯ブラシ2つある。でもなんだろうな、さっき電話してるのね、強化がね、あの青山に電話してたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でこれは証拠ですよね、あの脅迫状を書いたのお前だろうと。あ、でちょっと忘れないうちにこれだ、実際にストーカーの証拠はこれだと。はい、渡辺さん、渡辺さんが好きすぎて、もしかしてどうなのかな。でもで、なんか白野さんが電話する相手ってもうこの人ぐらいしかいないような気がするんだよね。どうなのかちょっとわからん。真相はもうちょい先になるかもしれない。まあ多分これぐらいが限界だと思うんだよね。調べるもうないもん。歯ブラシ、写真、切り抜きの本だと思うんだよな。でこれで次が、白の強化、強化さんのイニシャルだもんね、 K はね。たっちゃん言ってたしな。でこれだよね、動かぬ証拠。違う、これでだってさ、出てきたらさ、 DNA とかさ、なんだっけあれ、なんつうの、なんとか反応、どこだったっけ、なんかノコギリだ、ノコギリ、なんか、あ、この氷もね、絶対死体を保存しておく氷だと思うし、どこ、あ、これだ、ノコギリ、これで遺体をバラバラにして冷蔵庫に入ってんじゃないかなーって思うんだけど、冷蔵庫開けないの。冷蔵庫じゃないのかな、保管してる場所は。どっかの屋根裏とか、いや、なん、あそこかな、裏にあるじゃん、天井、天井か、天井、天井裏にバスルーム、そういうとこになんか氷とかを入れて死体を保存してるみたいな感じなのかな、ちょっと分かりませんけど。これででもフラグが立っていれば、次のイベントに発生する時計というフラグを使ってませんでしたからね。あ、セーブしよう、セーブできるわ。どこにしようかな、どこにしよう、1にしよう、よし。あ、ちょっと待ってめっちゃ飛ばしちゃった。さて少し考えるか。まずは脅迫状のことだ。ドアが開いていた3日目はともかく、1日目と2日目に犯人がどうやって俺の部屋に入ったかについて、それは合鍵でしょう。この時犯人は一体どのようにして俺の部屋に侵入したと思われるだろうか。鍵を使って堂々と抜け道を使ってこっそり窓から侵入しちゃった。いや、鍵だよ鍵。そうだ、牧野会が鍵を取り替える前の部屋の合鍵を拾っている。つまり2日目までは犯人は俺の部屋を自由に出入りできていた可能性が高いというか、まあそれが真実。その理由として、3日目に鍵を取り替えてからは一度も侵入された痕跡はなかった。ドアが開けっぱなしだった。3日目の一部の時間を除いての話だが。さて次だ。なぜ犯人はそもそも脅迫状を使ってまで俺をこの部屋から追い出そうとしたかについて考えてみよう。とりあえず、俺の部屋に何かを隠しており、そういうことですね。それの発覚や発見を恐れて、俺を追い出そうとしたと仮定してみることにする。そう、例えば俺の部屋から出てきた壊れた腕時計だ。これは最上拓也のものであると大家さんは証言してくれている。この以前の住人である最上拓也は失踪しているそうなのだが、これがどうも今回の脅迫の件に関連していると思えてならない。
壊れた腕時計と失踪を関連させると彼が誰かと争っていたとか事故にあったなどと考えられる。部屋からこの腕時計が見つかったということはその現場は俺の部屋だ。つまり最上拓也は俺の部屋で何らかの事件に巻き込まれた可能性が高い。そしてこの腕時計の裏に刻まれている T×K の文字について、この T は拓也の頭文字として解釈できる。もうこれは容易ですね。だが K は最上拓也に含まれていないため自分のイニシャルとは考えがたい。であれば、この TK に関して妥当な解釈をするとするなら何であろうか。何らかの暗号、恋人同士のイニシャル、失踪に関してのメッセージ。もうこれしかないって、イニシャルよ。時計に刻むなんてそれぐらいしかないでしょう。そう解釈すると一つ納得できることがある。 K の文字についてはこの頭文字に該当しそうな身の回りの女性は白の強化しかいない。確か大家さんも二人が親密そうな関係であったと言っていた。大家さん、一つ確認したいことがあります。ん、何？最上拓也さん、拓也さんと白野さんが付き合ってた可能性でどれぐらい自信がありますか？そうね、結構自信あるよ。二人ともお互いの部屋に出入りするものするのを何回か見たことあるしね。まあ、だから大家さんが消されたという可能性もありますよね、バッドエンドの時。わかりました、ありがとうございます。今ので俺は一つ確信できたことがあった。合鍵の持ち主は多分白の強化だ。最上拓也と恋仲だったら合鍵を持っていたとしてもおかしくない。ということは2日目までの脅迫状は白の強化にしか不可能。彼女は間違いないだろう。次だ。3日目の脅迫状に関して、この時俺の部屋に侵入可能だった人物、あの時は確かちょうど渡辺さんにストーカーの相談をされて部屋に来てほしいと言われたのを覚えている。この時2階にいたのが、白野さん、青山さん、牧野の3人だ。青山さんは牧野に勉強を教えていたはずなので部屋にいたはずなんだ、そしてその日に牧野が俺の部屋の合鍵を拾った。俺の部屋の前で妙にそわそわしていたのはそのせいだろうな。で、問題なのは渡辺さんの相談が終わり、俺が部屋に戻ろうとした時の話だ。この時、白野さんが俺の部屋から声が聞こえたと言ってきたこと。しかし、この時部屋に誰もいなかった。つまり、この発言は俺に恐怖心を植え付けて、部屋から追い出させるための嘘である可能性が高い。だが、もし3日目も白野さんが脅迫状を置いたのであるとすれば、わざわざ自分が疑われるような嘘を言う必要があるだろうか。だって鍵は開いていたんだから、普通なら誰が侵入したんじゃないかと考えるのは当然だ。そうなれば一番怪しいのはあの時扉の前にいた白野さんになる。2日目までは鍵がかかった部屋に侵入されていたんだから、どうやってというのが第一に頭に浮かんだ。だが3日目だけに関しては誰がということが真っ先に頭に浮かんだのである。この時脅迫状が見つからなかったり鍵がかかっていたりしたら、俺はあの部屋でマジで幽霊でも出るんじゃないかと本気で疑っていたかもしれない。鍵が開いている状態で脅迫状があったからこそ間違いなく誰かの仕業だと解釈できたわけだ。このことから言えるのは、白の強化は鍵が開いていたことを知らなかった。つまり部屋に侵入した可能性は高い。多分この時は合鍵を落としてそれを探していたんじゃないだろうか。つまり3日目の脅迫状は白野さんではないということになる。そもそも俺がこの疑問に気づいたのは、3日目の脅迫状が2日目までと少し形が違っていたからなんだ。少しっていうかだいぶね。だって書いてたのから針形式になりましたからね。この時の脅迫状はどんな形だった？文字の切り抜き。そう、文字の切り抜きだ。この文字の切り抜きというのは、ある人物から聞いたことがある。それは渡辺栄子。そう、ストーカー被害を受けている渡辺さんから。渡辺さんのストーカーがこのような形で彼女に手紙を送っている。つまりこの3日目の脅迫状はストーカーからの脅迫状だったんだ。つまり犯人がこれで2人いるとはっきりしたわけですね。おそらく俺が渡辺さんから相談されていることにひどく嫉妬したに違いない。それで俺は脅迫されたんだ、渡辺さんから突き放すために。恐ろしいな、ストーカーの嫉妬は。そしてこのストーカーについても犯人は分かっている。それはどう考えても青山修一ですよね。そう、青山さんだ。彼なら3日目の脅迫状があった時に牧野に勉強を教えるために2階にいたはずで、抜けたんだよ。牧野の部屋から抜け出すのは何かの理由をつければ容易、たやすく抜け出せるはずだ。それに彼の部屋から切り抜きに使われたと思われる本が今手元にある。こいつを照合すればきっと渡辺さんの手紙と俺の脅迫に使われた文字がなくなっているはず。
そう、俺に脅迫状を送った犯人は2人いたわけだ。そしてそれぞれが別々の理由で俺をここから追い出そうとした。なんてことは、俺に出て行ってほしい人間が2人もいるとはな。犯人が分かりました。やっぱりこのアパートの住人ですよ。本当かよ。ああ、自分の中で整理はできたよ。でも疑問点いっぱいあるわよね。じゃあよく聞いてくださいね。説明しますから。俺の脅迫状の犯人は2人いるんですよ。結論から言いますと、犯人は白野さんと青山さんです。あの2人が、じゃあな、何、共犯ってこと？そうなんだよね。これに関しては全く犯人も意図しない状況なんですよね。別々の理由で俺を追い出そうとしてたんです。そして青山さんですが、彼はおそらく渡辺さんのストーカーです。これ2時間ドラマにできんな。なんで？彼の部屋から脅迫状の切り抜き文字に使われたと思われる本が出てきました。それが、これがそれです。俺は青山さんの部屋から持ってきた本を取り出した。本当だ、切り抜かれてるわね。これを照合するには渡辺さんがもらった手紙は必要です。彼女に聞いてみましょう。青山さんは証拠があるか分かって、からは分かったわ。でも白野さんは？白野さんに関しては状況的な証拠、証拠だけですけどね。白野さんは、最上拓也と恋仲だった可能性が高いですよね。そう考えれば彼女が合鍵を持っててもおかしくないでしょう。まあ確かにそうね。ただ彼女の部屋のユニットバスから血痕が見つかったんです。血痕？誰の？最上拓也の血と睨んでいます。最上さんの？はい、あの腕時計を思い出してください。裏に書いていた T/K の文字の意味が分かりました。あ、そうか、分かるわ。それきっと拓也の T と強化の K でしょう。大家さんならピンとくると思い出しました。というか以前見た時気づいていたんじゃないですか。でも確信がなかったんだよね。実はそうなの。今彼女に、確認を取ろうと思ってたんだけど殺されるぞこれを取ろうと思って殺されていたという可能性も。あ、でも違うか、バッドエンドの時は見せてないもんね。だとすれば危なかった。もしかしたら大家さん、それを白野さんに尋ねたら殺されてたかもしれませんよ。あ、でもあれか、いろんなフラグが入り混じってるからやっぱそういう結末なのか、大家さんが殺されたのは。そんな、なんで？憶測なんですが、あ、じゃあ推測なんですが、白野さんって最上さんを殺してるんじゃないですか。はぁ？古墓から結婚、壊れた腕時計、最上拓也の失踪、恋人同士。これから推測するとそんな可能性があると言いたいんです。ここから証拠も何もない推測ですが、白野さんは最上拓也を俺の部屋で殺して遺体を部屋に隠したんじゃないですか。お前想像力豊かすぎるぞ。なんでそんなことを。実は失踪当日に牧野が見てるんですよ。最上拓也と白野さんが今の俺の部屋に2人入っていくところをね。本当そんなの？白野さんからは全く聞いてないわよ。初耳よ。白野さんには一度だけ最上さんのことを尋ねたけど知らないって言ってたわ。ならそれを隠す理由は一つですよね。そんな、まさか。でも大家さんの中で何かがつながり始めたようだった。今日はもう遅いです。明日彼女に問い詰めてみましょう。それから青山さんのこともね。そうね、その方がいいかもしれない。まだ確証はないですから、警察は動いてくれません。ですから自白を促すようにハッタリをかます、お、来た、かもしましょう。きっとここまで分かってるんですから、言い逃れしても苦しくなるだけです。分かったわ、明日問い詰めましょう。俺も いていいかや、いいのか。ああ、というか今日もは泊まってもらっていいか。ここまで大胆に動いたんだ、何か感づかれている可能性もあるし。お、なんだかめちゃくちゃ気になってきたよ。じゃあ明日1階の廊下にみんなを集めてみるわ。はい、お願いします。もし夜忍び込まれるようなことがあっても、友達がいてくれたらなんかあるかもしれんしな。ですが大家さん、くれぐれもうかつな行動はしないようにしてくださいね。間違っても一人で白野さんから事情を聞き出そうなんてことはしないように。うん、分かった。でも坂上くんの推測を聞いてなかったら一人で行ってたかもしれないわ。危ねえだとしたら本当に危なかったかもしれない。大家さんが一人で気がついていたら最悪の場合殺されていたということもあり得る。それではまた明日。うん、じゃあね。これでトゥルーになるでしょう、絶対。そして今日はユージに泊まってもらって、明日のことに備えてもらう、一度眠りながらいろいろ考えていた。多分大丈夫、これできっと最終日セブンデイズ。こう引っ越すだろうな、主人公怖えもんな。ちょっと何なのよ、こんな朝早くから。本当だよ、全く。まだ9時だぜ。そうだな、休みの日から寝たいものだが。それより坂上くん、大家さん、みんなに話って何でしょうか。実は最近俺のところに妙な脅迫状が届いた件なんですが。
ああ知ってるぜ。でもなんでそんなことでわざわざ全員呼び出す必要があるんだよ。犯人宛てとかならそいつだけ言えばいいだろう。いや皆さんにいてもらわなきゃ困るんですよ。今回の件は俺だけじゃなくて渡辺さんにも関連することですから。え、私に？はい、ではもう説明します。いやまあちょっと噛みすぎ、ちょっともう文字が多すぎて読むのが疲れてきました、すいません。はい、ではまず説明します。俺が引っ越してきた翌日を1日目として計算します。1日目と2日目に脅迫状が届いたことはここにいる大体の人が知っていると思います。この時はおそらく深夜に何者かが俺の部屋に侵入しておいたものと考えられます。ですが部屋には鍵がかかっていたはず。では犯人はどのように侵入したかです。なあ牧野、確かあんた俺の部屋の前で鍵拾ったんだよな。ん？ああそうだぜ。それお前の部屋の合鍵だったんだろう。そう、つまり犯人はこの合鍵を使って堂々と俺の部屋に侵入して脅迫状を置いたんですよ。なるほどな。俺が部屋の鍵を変えたのは3日目の時。そのため合鍵を持っていた犯人は2日目までは俺の部屋に普通に侵入できたんです。そして3日目の脅迫状ですが、これは2日目までの犯人とは別です。え、じゃあ共犯がいたってこと？いえ、共犯ではないです。複数いましたが、犯人はそれぞれ別の目的を持っていた。どういうことよ。結論を言えば3日目の犯人は渡辺さんのストーカーなんですよ。え、私に手紙を送りつけてきたあの？ええ、多分俺が渡辺さんの相談に乗っていたことです。恨みを買ってしまったんでしょう。どうしてそんなことがわかるの？実は3日目の脅迫状は2日目までとは文字が違っていたんですよ。これです。俺は脅迫状を出してみんなに見せた。本当だ、私に送りつけたものとそっくりだわ。2日目までのは手書きっぽく書かれていたのに対し、こちらは文字の切り抜きでした。一度渡辺さんにストーカーからの手紙を見せてもらったことがあったのでピンときました。で、別なのは分かったけどよ、それが何なんだ。まさか犯人がこの中にいると言い出すんじゃないだろうな。そうですよ、います。それも2人ね。まず3日目に脅迫状を送りつけた犯人ですが、青山さんですよね。一同が一斉に青山の方へ視線を向けた。バカのこと言ってもらっちゃ困るな。そうだよ、なんか証拠でもあんのかよ。周一さんがそんなことするわけないだろうが。勉強教えてもらってるしな、多分いい感じの兄貴感みたいな感じも通常であればあるでしょう、先生だし。青山さんに勉強を教えてもらっていた牧野は不満をあらわにしていた。そうだよね、牧野、証拠はあるんだよ。何？渡辺さん、今までにもらったストーカーからの手紙って全部取ってありますか？え、あ、うん、証拠になるかと思って一応。渡辺さんは一度部屋に戻って脅迫状を持ってきてくれた。これ照合すればいいんじゃないですか。多分すぐに答えは出ると思いますが。青山さんは黙ってこちらを睨んでいた。お前、いっその本を。失礼、実は昨日こっそりあなたの部屋を調べました。てめえ。ああ、そうそう、その時渡辺さんをこっそり隠し撮りしていた写真もありましたよ。嘘、そんな。渡辺さんは恐怖から硬直してしまっていた。お前いつから俺を疑っていた。不自然な発言があったんですよ。なんだと？あれはちょうど3日目の脅迫状を見つける直前の話です。確か青山さんもあの時渡辺さんの相談に途中から加わりましたよね。で、その時の発言にこんなことがあったんです。防犯カメラでもあったらよかったんですけどね。それなら犯人が扉の前に手紙を置く瞬間が映ってたんでしょうか。見た、そっか、手紙をもらったっていう会話は聞いてないのか。ってね、それの何がおかしいの？よく思い出してくださいよ、渡辺さん。あの時青山さんに手紙が部屋の扉の下に置かれていたなんて言いましたか？え、あ、そうよ、そういえばそれ坂上くんにしか言ってないわ。ですよね、普通なら郵便受けに入っていたとか思いません？扉の下になんてそうそう思いつきませんよ。ちっ、うかつな発言でしたね、青山さん。それがあなたを疑ったきっかけです。マジですか、周一さん。たく、ああはいはい、そうだよ、俺だよ。お前がいけねえんだぞ、俺のエイコと親しくしやがって。青山さん、そう怖がるなよエイコ、俺はお前が大切だったからよ。怖え、急に怖え。いや、エイコ。青山さんが平然と渡辺さんの相談に乗っていたのも俺には想像がついていた。きっと彼はストーカーの相談役になってそのまま渡辺さんに近づこうという策略だったのではないだろうか。そうだよね、ありがちなパターン。ストーカーの考えそうなこと。
つまり俺がやっていた渡辺さんの相談役を自分がやりたかったんだ。だから先を越した俺を蹴落とそうとしたというところだろう。それ取られたらね、自分の入る隙なくなっちゃいますからね。だが俺がやったのは3日目のものと、お前の、じゃあ、ものと部屋の前の壁の文字だけだぞ。お前が言った2日目までの脅迫状は知らんからな。分かってますよ。最初に言ったじゃないですか。じゃあ、何なんだ。言ってみろよ。いいですよ。さっき青山さんの部屋を勝手に調べたと言いましたが、実はもう一人調べたんですよ。よくやるぜ、おい。その人が2日目までの脅迫状を送っていた人です。そしてその人はとんでもなく重大な秘密を抱えている。ですよね、白野さん。は？え？今度は白野さんの方へ一斉に視線が注がれた。ちょ、何言ってんのよ。なんで私が？って、あんた私の部屋に勝手に入ったの？不法侵入じゃないの？まあそうだけど。手段は選んでられませんでしたので。第一、殺すなんてもう犯行欲とも取れるじゃないですか。どっちもどっちかあるよ、これは。だから怖くなりましてね。一刻も早く証拠をつかまないとやばいと思ったんですよ。でもそれは間違いよ。証拠はないんでしょ？ありますよ。そう言うと白野さんは驚愕した表情を浮かべた。それより白野さん、最上拓也って知ってますか？知ってるけど、それは住人としてよ。あの人とほとんど関わりがなかったわ。その言葉を聞いた俺は内心でガッツポーズをした。へえ、知らないんですって、大家さん、牧野。俺がそう言うと、なぜ二人の言葉が出てきたのかわからないようで、交互に二人を見ていた。白野さん、私気づいてたんだよ、二人が仲良かったこと。ああ、俺も、最上拓也があんたと今の坂上の部屋に行ったところを見たぜ。最上拓也は失踪しているそうです。そしてその当日に白野さんは、最上拓也と会っている。これがハッタリってやつですね。それからあなたの部屋から何かを切った跡のあるノコギリとユニットバスって血を拭った跡がありました。もうこれで逃れられないな。それからこの腕時計ご存知ですか？俺は腕時計を取り出して白野さんに見せた。これは最上拓也さんのだそうですよ。この裏に TYK と書かれているんですけど、この T は拓也の頭文字だとして、この K って強化の頭文字なんじゃないですか？おそらくあなたたちは恋人同士、そして失踪当時あなたは最上拓也と一緒にいた。くっ、もう一度言います。証拠は全て揃っています。どうします？ここは完全なハッタリだ。物的証拠は全く揃っていない。彼女の自白を待つのみなんだが、物的証拠は見つかってないのか。そういう状況になります。この人の部屋から血痕が採取されたらとかっていうことじゃない？ダメ、それじゃダメなの。いいんでしょ？認めりゃいいんでしょ？あ、認めた。そうよ、私が拓也を殺したわよ。それをあんたの部屋に隠してたの。バラバラに切り刻んでクーラーボックスに詰めて、匂いでバレないように。なるほど、冷蔵庫の氷が全くなかったのは遺体を凍らせるためだったのか。それをあんたのユニットバスの天井裏に隠したのよ。ここまではやはり予想通りですね。あ、知らなかったでしょ。ユニットバスの天井裏って点検用に空洞がになってるのよ。盲点だった。キャハハキャハハだよ。自暴自棄に語る白野の様子に一同は唖然としていた。ってことはまだ天井裏に？もう運んだわよ。最愛あんたが大学生で昼間いなかったからね。ここの住人たちはみんな昼には出かけてるからやりやすかったわ。私の仕事は夜だからね。そっか。白野さんに最初に挨拶に行った時にさりげなく俺が大学生かどうか聞いていましたね。そうよ。夕方までみっちり授業だって言った時に行けると思ったのよ。神は私に味方したってね。だけど一日目はほとんど運べなかったわ。切り刻むだけで精一杯よ。だから脅迫状を送ってあんたをここから離れさせようとしたのよ。それに恐怖心を植え付ければ多少血が落ちてたってきっと怖がって考えないようにしようとか思うはずだからね。確かにそうだ。俺は白野さんの思惑通り考えないようにしていた。ああ、っていうか、なんでバレちゃったかな。完璧にやってたと思ったんだけどな。はあ、最悪。まさかカイ君に見られてたとはね、思いもしなかったわ。ねえ、っていうか、なんで2日目までの脅迫状とその後の脅迫が別だって分かったの？
私正直ラッキーだと思ったんだけど、よく分かったわね。まず一つはシロンさんがあれだけ落としたことですよ。あれが致命的なミスですね。そうね、あれはさすがに焦ったわ。気がついたらなくなってたからね。そしてもう一つはシロナさんの嘘です。嘘？私が何の嘘をついたって言うのよ。3日目の脅迫があった時、ほら覚えてませんか、シロナさん部屋から返事があったって言いましたよね。ああ言ったわね。確かにあんたに恐怖心を追いつける嘘だったけど、それが合鍵の件はシロナさんが最上拓也と恋人同士の疑惑が浮かんでから分かっていました。でも分からなかったのは3日目の件。あなたが犯人だと考えたらあの嘘はどうしても不可解だったんですよ。シロナさんは多分知らなかったと思いますが、あの時俺の部屋の鍵開いてたんですよ。確かに開いていたな。だから俺は脅迫状をこいつの部屋に置けたわけだからな。だからあの時初めて部屋に誰かが侵入したんだってことに確信が持てたんです。そしてシロナさんが部屋に侵入した後なら、そんな自分が真っ先に疑われるような嘘はつかないはず。それによってもう一人いるのではと考えたんです。あの嘘がなければ実は俺は青山さんがもう一人の犯人だということにたどり着けませんでした。なるほど、こいつのせいだったわけか。いえ、逆に言えば青山さんが犯人を特定できたからこそ矛盾はいろいろ解消できたわけですよ。白野さんだけが犯人だと考えていたら、多分あの嘘をついたわけは分からなかったでしょうしね。これが矛盾だったんです。そして結果的に白野さんも断定できたってことです。どちらにしろきっかけは3日目の脅迫状だったわけですね。ちそう、この2人がお互いに足を引っ張り合ったことで俺は真相にたどり着けたわけだった。全く最悪だわ。シロナさん、なぜ最上さんを殺したんですか？まあ動機は知らないからな。別に大した理由じゃないわ。それに殺すつもりなんてなかったし、あいつが別れるって言ったのよ。ひどい言い草だったわ。遊んでやっただけだって言われてね。その時点で頭に来ていたのに、あいつ私が送ったあの腕時計をその場で踏み潰したのよ。これで分かったろってすって。そんで頭に来てついね。その後は必死でどうするか考えたわ。とりあえず死体を隠すことを考えたの。あんたの引っ越しがその時点で知らされていたからかなり焦っててさ。死体って意外と重くてね、女の私や隣の部屋に運ぶだけでも一苦労よ。運んでる途中で誰かに見られた時点でアウトだったし、怖くて部屋から出せやしなかったんだ。出せやしなかったわ。それで自分の部屋からノコギリとクーラーボックス持ってきて死体を切ってちょっとずつ運ぶことにしたのよ。手間取ったわよ。2日でやっと下半身と足2本しか切り落とせなかったんだから。途中で何度吐いたかもう覚えてないわ。精神的にも肉体的にも人生で最悪な作業だったわよ。残りの上半身はクーラーボックスに無理やり何とか押し込んでユニットバスの天井裏に隠したのよ。匂い防止のために氷を入れて凍らせたりしてさ。そんであんたが引っ越してきた次の日、あの日は危なかったわね。クーラーボックスに詰めて天井裏に押し入れようとした時に落としちゃって、とんでもない音が響いたのよ。それで焦っていろんなところに当たってもう終わりだと思ったわ。そうか、俺が聞いた音はあの時の。そうよ、あんたが怒鳴り込んできて直後にタケル君が戻ってきた時はもう終わりだと思ったわ。だけど幸いだったのはその時にタケル君が部屋を調べなかったことよ。あれは本当に一番ヒヤヒヤした瞬間だったわ。心臓止まるかと思ったわよ。実際調べて殺されましたから。その後なんとか事なき得て無事に部屋から出た。私が部屋に戻って扉を閉めた直後にタケル君が上がってくる音が聞こえた時は運が来ていると思ったんだけどね。だとすればユージの言った通りだった。あの時俺がうかつに部屋に入っていれば動揺したシロノさんに殺されてたかもしれない。まあいいわ、私は自首するわよ。私の部屋にはまだタクヤの死体を凍らせたまま残ってるしね。処理にも困ってたし、精神的にもう限界だったからいい機会よ。一度は黙ってシロノさんの話を聞いていた。さあ警察を呼びなさいな、大家さん。よろしく。あ、はい。大家さんは携帯で警察に連絡していた。この物件もう借りる人いなくなっちゃうやん。ねえ、タケルさん、タケルくんさ、物的証拠って何だったわけ？もういいじゃん、教えてよ。ああ、実は、なかったんですよ。全部俺の推測だったんです。は？マジで？ええ、状況証拠だけです。殺したかどうかすら、半信半疑でした。
はたけるくん、あんた最高よ、マジ。何それ、マジウケるんだけど。何、じゃあ私の磁石待ち、すんごい最高じゃんそれ。シロンさんはまるで突き物が落ちたかのように笑い続けていた。その笑いにどこか安堵のようなものも少しだけ見えていた。ああ、タクヤ、殺してから心の底から本気で笑えたわ。あんたすごいじゃん、全部揃ってんのかと思ってたわよ。いやいや、ありがとう、あんた面白いわ。タクヤと付き合う前に会ってたら確実に惚れてたわよ。いえ、とんでもないですよ。そっか、こんな人殺しの女は嫌か。笑い上手だったんですね、シロノさんって。初めて知りました。そうなのよね、あんなことがあってから笑えなくなったわ。最後にいい気分にさせてくれてありがとう。いえ。その後、シロノさんはやってきた警察に事情を話して連行されていった。去り際にマジでありがとうと、にこやかに彼女は言っていた。一方、青山さんも事情を警察に話したが、青山さんの場合は重い罪には問えないらしい。確かに俺の部屋に侵入などをしたが、別に嫌がらせるほどだったので逮捕されるまではないそうだった。というか、むしろ俺の方が勝手に侵入して持ち出してきちゃってるわけで。そのことを話すと警察は笑ってくれたが、もうするなよと割と厳しめに怒られてしまった。青山さんが渡辺さんとに平謝りすると、渡辺さんも何とか許してくれるようで、二度としないということで二人は和解した。渡辺さんも大事にするつもりはないそうだ。ストーカーとこのような形で和解とか前代未聞な気がする。実際にこういうことってあったんだろうか。まあいいか、なぜ殺人事件と同時並行に起きたストーカー事件ですからね。もうなんだろう、大きいものの影にみたいな。でもそれはどうなんだろう、ストーカーに苦しむ女性的には的な。まあもう、でも青山さんもうお互いもう状況知っちゃってるからね、手を出せない状況ですよね。睨まれますし、青山も警察に。実質的にもう諦めたんですかね、青山さんは。ただ青山さんはもうこのアパートを引っ越すことにするそうだった。それがせめてもの罪滅ぼしらしい。ああ、もう改心したのかもね、どうなんだろうね。そんな感じでこの一連の事件は解決した。そしていろいろあった7日間の7日目のその後、8日目ってこと。さて、これで普通の暮らしが戻ってくるぞ。俺はすがすがしい気持ちで伸びをしていた。お前ここ住んどくの機会よみたいなツッコミ来そうだけど。それにしても俺は終始唖然だったぜ。お前なんかテレビで見る探偵みたいだったな。ね、2時間ドラマできるってこれ、作ってよむしろ。そうだったか。ああ、ネチネチ攻めやがって。俺が犯人だったら殴りたかったよ。まあそういうのよ、俺も腹立ってたんだからさ。確かに理不尽だよね、ただ引っ越してきただけで巻き込まれてますからね。でもあれで失敗してたらそれはそれで面白そうだったけどな。うるせえよ。あ、そういえば俺はちょっともう一回みんなにお疲れ様って言ってくるよ。そうか、まあ行ってこい、俺はここで待ってるよ。おう、ちょっと待ってくれ。え、行ってきていいの。まあ行ってこい。よくお前ここ住む気。俺引っ越すよ。どうなんだろう、2年間はかかるのかな、契約で退去費用が。よう牧野。おお前か、今日は証言してくれてサンキューな。あ、今日なんだ。いいよ別に、あれでよかったんだよ、篠田さんの件も、それに修一さんのこともな。今まで勉強を教えてもらっていて、よほど信頼していたんだろうな。なんかすまん。あ、なんでお前が謝るんだよ。あれでよかったっつってんだろ。あのまま隠されて後で分かってたら俺はもっとショックだったよ。そっか。まあなんだ、今度お前が代わりに勉強教えてくれよ。俺でいいのか。絶対下手だぜ。いいんだよ、俺の学力今中学生くらいだからよ。マジで。マジだが。それで大学受験とは驚愕だ。一体青山さんはどんな教え方をしていたんだろう。とにかく今日はお疲れ様、今後も仲良く頼むよ。ああ、こっちこそな。じゃあな。勉強だけが全てじゃないがな。おお、みんな建物すごいよく建ってんだ。どうも大家さん。あ、坂上くん、
今回はマジでお世話になりました。いいのよ。別に私だって坂上くんがいなかったら渡辺さんの件も解決できなかったんだから。いえいえ、こちらこそですよ。大家さんの助けがなければきっと解決できなかったんですよ。うふふ、じゃあみんなの力ってことで。ですね。とにかくいろいろお疲れ様。頑張ったご褒美とお詫びに、これから大学卒業までずっと家賃半額にしといてあげる。やったー、これ、それでは済むかも。殺人事件があっても。拓也も多分ありがとうっていう感じで、呪ったりしないよね。え、ちょ、いいんですか？もちろん、一番頑張ったんだから当然よ。うわ、なんという太っ腹だろうか。いろいろあったがここに来てマジで良かったかもしれない。しかもこれ、一回住んだら事故物件だってこと言わなくてもいいから、大家さん的にも、ラッキーですよね。何から何までありがとうございました。そんな固くならなくていいわよ。これからはお姉さんだと思っていろいろ頼ってね。マジありがたい言葉です。ふふ、それじゃあね。はい、どうもです。俺、大家さんと付き合いたいな。何の話？どうも、渡辺さん。あ、坂上くんお疲れ様。いえ、渡辺さんこそ、今までいろいろ大変だったでしょう。それではまあね。でも、あ、ちょっと。これフラグ立ってるでしょ。でも、坂上くんがいてくれたおかげですごく安心できて、なんて、やっけなんだよ。ダメだ、もう。喋れない。口が回らなくなってきた。文字数が多くて。知らず知らず私の支えになってたわ。いえ、そんな。ねえ、これからタケルくんって呼ぶね。だからタケルくんも、エイコでいいわよ。え、また今度ゆっくり話そう。なんでもない時でも、いつでも部屋に来てね。やばい、少しドキッとしてしまった。あ、はは、ありがとうございます。じゃあ今度お邪魔しますね。うん、いつでも来て、じゃあね。あ、はい。何この、勝ち組やん、完全な。もう何これ。え、これ他の部屋は入れないよね、もちろんね。もう牧野さんはいない。一応青山さんとこ行ってみます。牧野さんはいないって切ねえな。なんかそれはそれで、もう青山さんはいない。切ないな。ちょっと長めの動画になってますが、こっちは出ていけんの。今は出かける用事はないってことは、友達のとこに帰っちゃえばいいのかな。まあ、自分の部屋ね。これで終わったのか。ああ、つうかいろいろあって疲れたよ俺。おう、ご苦労さん。俺も疲れたぜ。今日も泊まっていくぞ。はいはい、好きにしろよ。とりあえず寝るか。そうだな。ああ、ほんと疲れた。面白かったな。この方の作品他にも出てるんでね、ちょっといろいろ試したいと思います。ザ・エンド、はい、ジエンド。ちょっと待って、これエンディングがさらっとしてるな。でもね、あ、まあでもこれぐらいさらっとでいいよね。もうだってもう散々こう謎解きの感じと後日談的なものも今聞かせてもらえたんで、うん、十分お腹いっぱいですわ。はい、ということでセブンデイズ、はい、推理が下手な私でも十分楽しめました。うん、まあ、ちょっと攻略サイト見ましたけど、フラグの回収がちょっと分かんなかった点もあって、はい。これ結構フリーゲームの中では人気あるはずなんですけどね。あんまり僕は聞いてなかったというか、まあ、気にはなったんですけどね。今までやってこなかったのはちょっと不思議なぐらい面白かったです。はい。ということで、この方の次回作も遊べたらなと思いつつ、これで終わりたいと思います。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。